はい、今日お作りいたしますのは、白菜とリンゴのサラダです。冬の時期白菜煮物にしたりですとか、お味噌汁ですとかいろいろな使い方すると思うんですけれども、今日は白菜を、旬の時期の白菜を生でサラダにして、いただくという、ちょっと珍しいサラダを作ってまいります。白菜を生で食べるときにですね、ドレッシングと和えるんですが、その時にちょっと濃度のあるタイプのドレッシングですとか、あとはちょっと 和っぽいですね、米油ですとか、和がらしを使った、それでもこうちょっと洋風に持っていく、美味しいドレッシングで召し上がっていただこうかと思っています。それではドレッシングを作ってまいります。材料からです。最初米油、それから生の、玉ねぎ、それにニンニク、それに和がらし、それに塩コショウ、それから今回ビネガーはリンゴ酢を使ってまいります。すべてご家庭に、あるものだと思うんですけれども、非常に作りやすいドレッシングになっています。すべての材料を、ミキサーの中に入れて、回すだけですね。塩コショウ、玉ねぎ、それから和がらしですね。これはもちろんマスタードでもいいんですけれども、今回このドレッシングはご家庭の、いろいろなこうですね、食卓に上がる上で、和食とも合うサラダっていうのをテーマに、今回あえてマスタードではなく和がらしですとかリンゴ酢を使ってですね、あまり違和感のないサラダを作っていこうという狙いがあります。とリンゴ酢、ニンニクはお好みで、あまり強くない方がいいという方は、少量に減らしてもいいですし、なくても、問題はありません。と米油です。と一度混ざってないことがないように、少し混ぜていただいて、もうこちらは、あまり考えすぎずにしっかり混ざればそれで OK です。時間が経つとですね、ちょっと分離するんですけれども、少し、泡立て器などでかき混ぜてあげればすぐまたつながりますので、こちらでドレッシングの完成です。それでは、ドレッシングとあえていきます。白菜の大きさなんですけれども、ランダムで構いません。で、少し大きめの方がいいと思います。というのは、ドレッシングと和えてしまうと、葉っぱがかなりしんなりしてしまいますので、しっかりこう水でつけてですね、シャキッとした状態に戻してあげることと、あとは少し大ぶりに切ってあげてください。で、合わせるのが、スーパーで購入いただけるロースハム、それから、時期のリンゴをサラダに仕立てていきます。ではカットしていきます。最初リンゴですね。色が、変わってしまうので、手早く切ってください。レモン汁などにつけなくてもドレッシングと和えれば、色止めは色が止まりますので手早く切ってください。にロースハムです。で、すべてボウルに入れて、ドレッシングで和えていきます。
でしっかり絡むようにして、はい、仕上げにお好みで軽く塩をしていただいて、では盛り付けていきます。こう皆さんでご家庭で、テーブルの真ん中に置いて野菜をもりもり召し上がっていただくようなそういうサラダです。白菜のシャキシャキの食感をリンゴの酸味と和がらしをアクセントにしたドレッシングとともにお楽しみください。生の白菜とリンゴのサラダの完成です。